おお、かっこいい。どんどんバージョンアップしてますね。技術的にはどん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 グレードが上がってます。いや、さすがでございます。またこうやってね、皆さん、そして古谷さんとお会いすることができて大変光栄でございます。はい、はい、ということで K-CON オフィシャル、そして K-POP M ネットチャンネルからお届けいたします。よ、ご覧の皆様、アニョハセヨ、こんばんは。生配信でお届けいたします。今回も K-CON スタジオライブ from Japan。かなりまた今回も英語の癖が強めの古谷さんでございます。はい、はい、ちょっと今日はクリス・ペプラ風にやっていこうかな。だからちょっとね、僕もギリギリの世代なので本当にね、皆さんもね、お付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、さあ、この番組ですけれども、はい、9月18日、うん、土曜日から開催される K カルチャーの祭典、うん、K コンタクトハイファイブ、はいはい、をさらに盛り上げるため、視聴者の皆さんと一緒にこうやってね、コミュニケーションを取りながら韓国情報をお届けしていくコンテンツとなっているということで、はい、またね、この K-CON Studio Live from Japan の VOD 配信では後日なんと英語の字幕、韓国語の字幕が追加されるということで、どうでしたかね、私は。いや、すごい、やっぱり我々2人ともラジオ DJ だからね、本業は。あ、違ったっけ。一応本業そっちでやらせていただいて、変えたんですよね。変えた、うん、そう、この時代やっぱりいろいろ変えていかないと。あれ、3週間ぐらいは俳優だったよね。やめました。やめたんですか。いろんなことさせていただいておりますけれども、改めまして、はい、古谷雅之です。よ、そして実は元 K-POP アイドル、今日もベストが締まらないファット藤原です。よろしくお願いします。いや、ベストが締まらない気持ち分かる。分かる。あれ、古谷さんも最近締まらないね。本当にね、何を買っても締まらないんですよ。それはね、僕ね、それでね、びっくりしたことある、はい、もう本当に締まらないわけで、交換しに行ったことあるわけ。あ、ちょっとサイズが小さかったみたいですって。あれ、後ろ緩めるんだよね。あ、緩めてもダメですよ。もう行くとこまで行った感じですね。だからもう最近はもうファッションですって言うのにしました。知らないんですか、これ今開けとくのがファッションなんですよと。はい、いや、いい直帰だね。いやいや、直帰古い古いベスト、いや、これも古いんですよね。今なんか別のおしゃれな言い方があるんですよね。何、これハーフベストとか、ハーフベスト、いや、 なんかあるんですよこれ。ごめんなさいね、みんなスタッフさんも古いんですよ。ね、ファッションに疎いということで。でも、またこうやって FF コンビ、なんか最近そうやって言われるみたいですよ、我々のこと。うっそ、はい、もう恐縮ですけど。ワールドワイドに、ワールドワイドに、あの FF がさ、って巷です。ワールドではないですけど。どのあたり。いや、このあたりで。そう、群ぐらい。群ぐらい。いや、今日も楽しくね、はい、お届けしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして、もうお気づきの方も多いと思いますが、はい、前回とはスタジオの雰囲気ちょっと変わりまして。そうですね、ちょっと昔懐かしのなんだか少年風なこう感じの深夜にもね、やってましたけれども。そうです、そうです。え、なんですか、我々これからなんかどっかアジア横断とかするんですか。いや、しない、しない、しない。あの有名な番組、はい、なんだかの雲のようにとか歌わない大丈夫です。でもね、すごい面白い演出。そうそうそう、これで、だけど理由があるんですよ、はい、やっぱりコロナ禍ということで藤原くんと僕のソーシャルディスタンスをキープしながらも、やっぱり近い距離で話しているところをみんなに見てもらいたいっていう演出サイドの粋な計らいですよ、これ。なるほどね、はい、今こうやって生配信中にこれテストしてますからね、スタッフさんはね。これ、これでテストしてますからね。いや、普通なんか、なんか僕が突っ込んでるところで古谷さんがちっちゃくなるみたいな演出なら分かりますけれども、何もないところでちっちゃくしたり大きくしたりみたいな、それも事前にやっといてくださいね。だってもう今技術さん楽しそうだったもん。ニッコニコしてましたから、ね、でもなぜ今回ね、こうやってなんかすごいバーチャルな世界かと言いますと、はいはい、やっぱり今まだこの時期、韓国行きたいと思っても難しいじゃないですか。そうだね、っていうことで、うん、今回は我々と一緒にバーチャルソウルツアーを楽しもうということでございます。そういうことか。そういうことです。だから、こう後ろにね、何が来てもいいような感じの合成の、はい、そうです、
このスタジオになったわけですね。そういうことです。なんか後ほどね、はいはい、お送りしますのでぜひ、うん、あの期待していただければと思いますけども、本当ね、はい、多分皆さん あそこ行ったことあるとか、うん、あそこ行きたかったんだよな、ソウルといえばここだよなみたいなところも ね出てきたりしますからね。今あの渡韓ごっこって流行ってるでしょ。ほう、渡韓ごっこ、韓国に渡るごっこ、渡韓ごっこ、はい、流行ってるんですよ。なんで、それ巷で？いやいや、結構あのジャパンワイドで。ジャパンワイドで何をするんですか？いや、実際に韓国に行きたくても行けない人が、はい、日本で韓国を感じることをみんないろいろ考えてやってるんですよ。今こういう時期だからこそ工夫してね。そう、はい、だからその渡韓ごっこの一つのツールとして、うん、今日は我々を使っていただきたい。なるほど、そういうことですね。はい、はい、まあ、一緒に行ったつもりで楽しんでいただければなと思います。しかも今日はね、うん、豪華ゲストと電話をつなぐということもあって、はい、もうそのゲストの話で盛り上がってんの、ずっと我々こんな必死に喋ってんのに今ねコメントがこうやって随時こう出てくるんですよ、 YouTube のコメント。すごいですよ。本当だ、渡韓ごっこしたよと。あ、流行ってるんですね。すごいすごい。うん、あ、もう私は気分はチェジュですっていう方もいらっしゃいますしいいですね。はい、うん、あ、もう早速今日のゲストの方の、そうです、ね、もう続々とお名前がね、はい、上がってきておりますけれども、うん、ぜひそんなですね、ゲストの方にもちょっと聞いてみたいことがあるという方はそんなメッセージも送っていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、もうオープニングからどんどん時間が押してるみたいでね。あれもうですか？はい、毎回だから足りないんですよ、ね、本当に。だって藤原くんラジオ4時間生放送やってんだっけ、毎週水曜日、ええ、今日この後もそうだよね。この後させていただきますけれども、藤原くん4時間喋るのかわいそうだから今日1時間にしてあげたんでしょ。え、じゃあ今日行ったら3時間なるわけないですよねそのため、あ、なるほど、アイドリングとして1時間ぐらいがちょうどいいんだよ。何言ってるのか、古谷さんとならもう何時間でも喋らせてください。本当にほとんど言えないことばっかですけどそんなことない、そんなことないです、本当スタッフも帰る準備してますけど大丈夫でしょうかねまだもうちょっとだけ一緒にやらせてくださいねスタッフさんもね、はい、あの今ねちょうど台本1ページ目読み終わったところなんですけども、うん、ディレクターから3ページに進めって言われました。え、もう2ページもういいんですかここ飛ばして大丈夫でしょうかねゆっくりやっていきましょう、はいはい、さあ9月の18日いよいよ今週末土曜日からですね、はい、9月26日日曜日にかけて開催されるのが、うん、K コンタクトハイファイブでございます、はいはい、今回で5回目の開催となりますよ、うん、これはいわゆるオンラインイベントとして5回目ということですよね。そうだよね、だからコロナ禍になって始まってるから K コンタクトって、うん、もう5回目なんだよ。そう思うと、うん、Mネットさんって毎回そういうの早いですよね。早いんですよ、うん、CJENM は早いの。さすがですね、もう今本当にこの時代スピード、そうですよ、クイックイックですから、クイッククイックでねついていかないとダメっていうのはありますし、うん、やっぱこうやってあのコロナのね状況で、うん、なんかこう韓国の文化となかなか触れられないっていうところを、うん、やっぱそういう気持ちをすぐね、うん、Mネットさんが掴んで、そうだね、なんとかしてでもっていうので、うん、5回目ということですよ。しかも日本にいながらにして、うん、やっぱり韓国とつながっている K-POP スターとつながっているって感じをもたらしてくれるのがやっぱりこの K コンタクトの意義だと思うんだけど、はい、今回もまたね魅力のあるアーティストラインナップがすごいことになってんじゃないこれ。そうですね、うん、今回あラインナップの VTR が出るということですね。あ、そうなんだ、はい、ではまずそちらを見ていただきましょうか、うん、はい、どうぞ。すごいラインナップだね、毎回毎回、ね、皆さんも多分ね、あーこの方も出るんだってね、うん、多分興奮のメッセージが今すごいことになってると思いますけれども、今藤原くん、うん、誰を見て興奮した？僕いいですか、もう本当に僕の世代として興奮したものが。あ、世代で興奮、世代として、いや僕から見てうわこの方みたいな。お、レインさん。あ、やっぱやっぱりね、だって藤原くん憧れだったもんね。憧れでしょ。だって僕本当あの元 K-POP アイドルでグループでデビューしましたけれども、うん、本当あのスカウトされた時は藤原ソロで行くぞって言われましたから。嘘でしょ。いや本当で、何ですかその嘘でしょっていうのは
今思えばグループで助かりますけれども、その当時は、え、僕ソロ何でも独り占めみたいな気持ちでしたから。じゃあもう第2のピンになる予定だったんだ。やめてください、もう本当に。まあそういうことですね。いやでもそれだけね、はい、P さんレインさんって、はい、やっぱりカリスマ性はもちろんのこと、音楽的にも多大な影響を及ぼしてるじゃないですか。いや本当にすごいと思います。ソロのアーティストとしてやっぱりね、今となっては K-POP アイドルグループとしてね、うん、まあ、当たり前ですけれども、うん、ソロであれだけワールドワイドに活躍するって難しかったじゃないですか。そうだよね、その当時からしたら。そうだよ、だからそれをやっぱりこうアジアから世界へというところで、あのタイム誌でもね、1位に輝いた調査もありましたし、まあ、とにかくあの世界を揺るがした P さんが、うん、なんとですね今回、うん、さらに P レインプロデュースのボーイズグループサイファーを引っ提げて登場いたします。すごいですね。サイファーですよ。だからプロデューサーとしても。そうです、プロデューサーでサイファーですからね。すごいですよこれ。もう僕ちょっとラップでインフォンで見ましたからね。今聞こえてますかね、もうスタッフさん鼻で笑ってる感じが。はい、最近あの確実に僕より年下の方から鼻で笑われることが増えまして、はい、それも古谷さんのお人柄ね、お人柄でございますよ。藤原くん、うん、覚えてね、サイファーの M ブラックじゃないからね。もうサイファーさんね。そうですよ、サイファーさんですよ。それからね、あのアイズワンとかして活躍していたウンビさんも、はい、コンウンビというソロアーティストとして出演しますし、うん、あとあの注目のボーイズグループ日本人メンバーもいることで、うん、あの話題になってます T1419。 本当に多くなりましたね、はい、日本のメンバーがグループにいるというのがね。そうなんですよ、うん、さらに、うん、先日この K-CON Studio from K-CON Studio Live from Japan、 ちょっとこのタイトルをね、タイトル動揺しちゃうんですけれども、この番組で話題となりましたパープルキスも、はい、うわ、いやこれがまたねいい曲出してるんだ最近も。だからこれあれですか、電話で。電話じゃない、電話じゃない、本当に出てくれる。あで、して、いや出演してくださったって。うん、そうそうそう、ですよね。そうです、そうです。はい、あ今ね、こうやこういうことができるわけですよね。まあ、VR、AR を駆使した、ね、ステージの見どころも、はい、この K コンタクトの魅力になってますけども、それからね19日には、はい、もう僕もね今本当にハマって見てます。あらガルプラ、ずっと楽屋でもうその話ですよ、ね、ガンプラじゃないからね。ガンダムのプラモデルじゃないよ。じゃないです、ガールズプラネット999よ、はい、いや本当ハマってらっしゃいますよね。そのなんか魅力っていうのはこうどのあたり。あのねオープニングというかその始まった時からもう全力疾走なんですよこのオーディション番組って。あの徐々に徐々にじゃなくてもう最初から全力疾走でフルスロットルで行ってると。これすごいですよ、見てる人は分かってると思いますけど、ね、そのあたりのこう興奮をね引き立たせてくれるっていうのはこう韓国のこうオーディション番組、そうだよね、なんか上手だったりしますよね、はい、で19日にはそのガルプラで、25日にはストリートウーマンファイター、これね僕残念ながらまだ見てないんですけど、こっちにむしろハマってるっていう人結構いるの。なんかタイトルからしてすごい、そこちらも激しそうですけれども。すごいですよ、もう KO って出るんですよね最後にね。あもうまさにもうファイターとして誰か倒される、まあまあ、そういうね世界ですからね。そうですそうです、誰かが勝ち誰かが負けるというね、はい、で今番組のタイトルを言っただけではなくて、実はそれぞれのスペシャルステージが、これはね、もう本当に皆さん瞬きをせずね、うん、もうしっかりとこう見てほしいっていうのはありますけれどもね、はい、もうね、かなりドライアイ厳しいかもしれませんそんなに瞬きせずにね乾いちゃうけれどもそれぐらいの気持ちで見ていただければと思います。本当にね、うん、藤原さんがなんか瞬きせずに見ろってやめてくださいそういうコメントはね。でもあのこのね K コンタクトハイファイブっていうことですけれども、はい、うん、よくねあのハイタッチハイタッチって日本では言うと思いますけれども、はい、英語はハイファイブだよね。そうで韓国でも、うんうん、あまり僕ハイタッチって使わなかったです。韓国にいる時からハイファイブハイファイブって、あ F の発音はね、そう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 、P に変わりますからね、っていう意味でこうね、うん、皆さんとも、そしてねアーティストの方ともこうハイファイブハイタッチしたくなるような、うん、そんなねこう距離感を目指してやっていく、うん、
ですね。だからこの5回目の5にね、ハイファイブをかけて、ハイファイブにした。さらにこの FF コンビもかけて出ますから。あ、そうなんだ。乗っかっていきましょう。乗っかっていきましょう。乗っかっていきましょうよ。はい、はい、乗っかっていきたいと思います。はい、ということで、うん、まあ、今回もですね、見どころ盛りだくさんとなっておりますし、はい、まあ、ファンの皆さんもアーティストの皆さんもここで再会できることを、ね、楽しみにしていらっしゃると思います。リアルな演出、そしてオンラインならではの楽しみを提供してくれる K コンタクトハイファイブ、どうかご期待ください。はい、はい、ということになっております。今回なんかあるんですよね、まあ、うん、いろんなこう特典というか。そうですね、はい、いろいろありますし、うん、今回は、はい、ファンの皆さんがペンライトを振っているかのような演出。え、振っているかのような、はい、だからこうなんかこういう感じのものが、はい、こう見えるんでしょうかね。バーチャル的な感じでやるってことですかね。見えるでしょうか。あとはね、軽音、はい、のステージをリアルに表現していたり、はあ、ちょっとこう、まあ、VR、AR を使っていろんなことを、うん、多分見せてくれるんだろうなと思いますけれども、でもまさにその会場にいるかのような感覚、うん、演出がね、演出で、はい、施され、我々は楽しめるということですね、はい、いうことでございます。はい、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、じゃあもう次いきますか。うん、はい、で今回、うん、宇治原君、 K コンタクトハイファイブに出演するアーティストの中で期待しているアーティスト、はい、それからどんなステージを見たいかっていうのをなんか募集してたんだよね。そうです、あの事前にツイッターアカウントで募集させていただきまして、うん、本当にあのたくさんリプライありがとうございます。本当に、あ、いや、かなりあったそうですよ。本当に、それが我々がまたなんか告知したということで、あ、さらに来たということで。なるほど、じゃあ、我々もそれなりになんか力があるってことだな。いやいや、ごめん、いや、私はどうかわからないですけれども、いやいやいや、なんか今日は楽屋のお弁当豪華だったから。そうだよね、3種類から選べたね、はい、そう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 、もうドキドキしちゃった。あれ、なんかあったのかなと思ったら、こういうことがあったんですね。なるほど、はい、だって牛、魚、チキンだよ。いや、もう僕もう30分ぐらい悩んじゃった。2分ぐらいで決めてましたね。いや、すいません。美味しくいただきましたけれどもね。だ、そういうね、はい、ツイッターとかも紹介していくということですね、はい、ということでございます、はい、そして今回ツイートをご紹介させていただいた方にはですね、うん、後日プレゼントもお送りするということですからね、楽しみにしていてください、うん、じゃあ早速ですが、皆さんからいただいたそのツイートをご紹介させていただこうと思います、はい、まず一人目は、うん、ゆりさんです、はい、私が楽しみにしているステージはいっちさんです。長い間安室ちゃんのファンで、引退してからは好きなアーティストがいなかったんですが、テレビでイッチを紹介していて、ミュージックビデオを見たら一気にハマりました、うん、日本デビューも決まって嬉しくて待ちきれません。ありがとうございます、うん、メッセージ。9月1日にイッチ日本デビューを発表したんですよ、はい、まあこれ年内でしょきっと。そうですね、いや、イッチも、まあ、JYP をね、代表する宝物ですから、イッチは。で、またお姉さんたちにも素晴らしい方々がいますから、はい、大きな背中を見て、うん、もう日本でも堂々と活動してほしいっていうのはありますけれどもね。藤原君、実はね、はい、僕もうイッチさんと仕事をさせてもらっているんだよね、うん、え、そんなどやることですか。あのね、まあまあまあ、なぜどやれるかっていうとね、はい、何ですか、何ですか。あの、僕イッチさんの目の前でね、タラタラ踊ったんだよね。目の前で、うん、羨ましい。いや、こういうことでしょ、こういうことをしてほしいわけでしょ。そう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 、分かってますよね。分かってますよ、演出ポイント我々作ってますから。この機材のために。そんなことあったんですか。あの、それこそね、はい、稽古でね、稽古でいつ。そう、稽古の、はい、ステージで、はい、実はM食べ版の公開収録があった時に、はい、イッチさんゲストで、そのイッチさんの前で私がダラダラを踊るという企画がありまして。大丈夫ですか、荒れなかったですか、コメント。大丈夫でした。コメントはね、荒れなかったんですけれども、はいはい、イッチさんたちがリアクションに困ってました。困らせないでよ。イッチさんでもね、結構いけますよこれ。サビのところ。
わ、それを目の前でやってしまったんですか。やってしまったんですか。はい、本当に申し訳ございませんでした。でもすごいですね、こう安室さんをずっと好きで、うん、その次がイッチの皆さんと。でももうイッチすでに世界的にすごい人気だからね。いやすごいですね、さすが。いやこれから日本デビュー決まったんでね、ますます彼女たちに注目が集まると思いますけど。そうですね、まあ、ワールドワイドで活躍していくっていうのもあると思いますけど、うん、日本でもねたくさんこう活動していただけると、ね、もっと K-POP のこう人気というか裾野をねこう広げてもらったらなと、うん、と思います、はい、思いますね。また共演できたらいいな。また踊るんですか。新曲でめげてないぞまだ古谷さん。じゃあいつかの M ため版。ちょっとエビゾーやってみました。エビゾー関係ないですから。関係ないですから。ちょっと東京オリンピック思い出してみたんだけど。関係ないですから。違った。せめてにらみぐらいやってくださいね。エビゾーさんの。さあもう一方、はい、いらっしゃいます。こうゆりさんですね。あれ。ありがとうございます。ゆりさんからこうゆりさんにバトンタッチ。あら、あらこれはね偶然かな、はい、いきましょうか、うん、TO1 を推薦します。あは、10人の仲の良さがステージでも分かると思います、うん、ボーカルよし、ダンスよし、もちろんラップもよし、10人みんなで作り上げるステージをこの機会にぜひとも世界中の方々に見ていただきたいのでよろしくお願いしますということで。いやそれこそね、うん、Mnet のオーディション番組出身じゃないですか。そうですね、ねえ、はい、名前も新たにね、して新規一点また再スタートを切った、まあ、ばかりだと思いますけど、はい、僕もねこのオーディション番組見てたんですよ、うん、すごいよね。激しかったですか。いやいろんなオーディション番組あるけど、はい、なんか本場に行ってそこで勉強しちゃったりするわけ、はい、アメリカとか行って。いやすごい、もうぶっ飛んでますよね。いやよくやるなと思って、うん、すごいよね。でも本当にもう今の K-POP アイドルの皆さん、うん、もうどの方もそうですけれども、デビューした時からクオリティがなんかすごいですよね、うん、そうだよね。なんかまだ、まあ、僕らだけだったのかな、もうちょいここ頑張ってほしいなとか、ここの成長もっと見てみたいなみたいなのが、うん、まだなんかあったような気がしたんですけど。デビュー当時は、はい、デビュー当時ってもうみんなマックスで全部持ってるじゃないですか、実力というか。そうだよね、みんなできるし。だってオーディション番組期間中に、はい、なんか5年ぐらい活動した人みたいになってるよね。いやいや本当に。うん、でもね、まあ、デビューしてからもうすぐに、まあ、人気もそうですけど、うん、ファンの皆さんもね、うん、つくっていうのもやっぱり今このオーディション番組があるからこそのなんか活動内容みたいな感じもありますけどね。そうだね、うん、まあ、これからもねワールドクラス並みの人気を獲得していくんじゃないですか。もうオーディション番組に合わせてね。そうですよ、さすがでございます。さすが DJ だな。これが首凝ってるんですか。首凝ってたのか。違う、ちょっと凝ってる。ちょっとアンネルツ塗ってあげて、塗ってあげて。もうそう、もう一言届いておりますよ。時間がないんです。ごめんなさい、はい、もう23分も過ぎちゃって。ごめんなさい、続きまして、はい、そらさんです。お、こちらは、はい、JO1 の出演が楽しみです、うん、コロナ禍で外に出かけることが難しい夏でしたが、 JO1 がたくさんの幸せや楽しみをくれました。私にとっては初めて JO1 と過ごす夏となりましたが、うん、最高の夏になりました、はい、まあこれもね、うん、やっぱりオーディション番組というものをね、こうきっかけに、はい、まさにこう日本から世界へと発信していこうというグループの誕生をね、みんなと一緒にこう時間を共有して、うん、そして今も一緒に歩んでますっていう方多いと思いますけど、はい、こういうグループが日本から出てくれたっていうのは嬉しいよね。嬉しいですね。なかなかこう、まあ、日本でね、こう日本のみでこう活躍するっていうのももちろんねいいと思いますけれども、やっぱりねもっと海を越えていろいろな人たちに日本のこういう実力というか、うん、そういう良さっていうのも知ってほしいという意味では JO1 の皆さん、うん、もうこれからもねガンガン行ってほしいっていうのありますね。でもいろんな番組出てるよね、うん、どうやったら出られるんですか。ちょっとあなたも大手に所属してるじゃないですか。どうやったら出られるんだろうね。あなたも大手ですよ。いや僕もいろいろねこう、あいつかオーディションないかなって。年齢がねもうダメなんですよね。スーパースター系だよ。
いけます？いけるいける、スーパースター系ね。いやもう大体あのそれアイドルグループじゃないですもんね。僕アイドルにまたなりたいんですよ。いやスーパースター系はあれじゃないですか、もうソイングクさんとか。でもそれだからソロじゃない、僕ソロちょっと厳しいって。もうグループで、グループでやりたいじゃないですか。そしたら僕もうなんかプロデューサーの年齢なんですよ。なんかダメみたい。むしろね、むしろむしろ K-POP で言うと若手プロデューサー。そう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 。だからね、いやもう本当に夢を託したいですね。本当に託してくださいよ。本当にお願いします。はい、はい、さあこの後ですね、はい、また引き続き皆さんからねメッセージもし時間があれば、ね、紹介できたらなと思っております。はい、たくさんのツイートありがとうございました。はい、ありがとうございました。うん、18日土曜日より開催されます K コンタクトハイファイブ、今回も豪華ステージそして豪華なアーティストの共演が予定されております。はい、でですね、改めてここで、チケットのお知らせをさせていただこうと思いますけれども、はい、まずは YouTube にて K-CON オフィシャルもしくは Mnet K-POP のメンバーシップ登録をお願いいたします。うん、でメンバーシップの種類ごとにご覧いただけるコンテンツが異なります。はい、公式 SNS ホームページをよくご覧になってからご希望の種類のチケットをご購入ください。うん、またチケットピアでは公演視聴券というものも発売しています。そちらを通してもご覧いただくことは可能です。でまだまだですねこれわからない部分もあるかと思いますので、はい、そんな皆さんのためにメンバーシップへの登録方法を分かりやすくまとめましたメンバーシップガイドというものを準備させていただきました。助かります。はい、はい、でこの後その VTR 流れるということですね。はい、それでは皆さんもね一緒に見ていただければなと思います。これ絶対やるんですかね。これ絶対やるのかな、やるんですか。わかりました、やりましょう。これマストって書いてますからね。はい、それでは行きましょう。皆さんも一緒にレッツ K コンタクト。はい、行かせないよ次。行かせないよ。古谷さん。何ですか。古谷藤原レッツ K コンタクト。はい、なんでこれ藤原だけレッツ K コンタクトになってるんですか。いや僕こうやってやってよ。また一人だけ可愛くずるい。一緒にちゃんとリハやらないからこういうことになるし。僕一人だけレッツ K コンタクトって。いやでもちゃんともう力入れたから、はい、大丈夫、ちゃんと映ってました、ツーショットで映ってました、映ってた、なんならいいですけどね。はい、でも中途半端だったけどこうやって。だからリハをちゃんとやらないといけないって。なんか若干ミリオンスロットみたいな。ダメだ、ギリギリなんです僕。昭和62年ギリギリなんです。はい、はい、はい、ということでここまでは K コンタクトハイファイブのですね、うん、チケットに関するお知らせなどを皆さんにご紹介してまいりましたけれども、はい、冒頭でもお伝えした通り、うん、今日はこのような空間で生配信をお届けしている理由というのが、はい、実はですね皆さんにちょっと韓国に行っていただこうと、気分だけでも、はい、バーチャルソウルツアーに出かけようではないかということでございます。いろいろね行きたいところ皆さんもね想像されてると思いますけれどもね、はい、うん、はい、まあ、1日も早くね、うん、実際に安全に行ける日が来ることを祈りつつ、はい、今回はバーチャルで楽しんでいただこうかなと、ね、はい、まあ、まさに渡韓ごっこをここから楽しんでいただこうと思うわけなんですが、うん、はい、さあそれでは早速行きますか。行きましょうか。はい、さあ今から飛行機に乗りますよ。行こう行こう行こう。はい、行きますよ。レッツ K コンタクト。ここでここで、はい、行きまして着陸。早っ。
早いな。あ、この建物は。そうです。はい。CJ-ENM センターでございます。もうここはまさにね、うん、近くにワールドカップ競技場がありますけれども、はい、うん、この辺りってテレビ局とかね、結構マスコミが数多く集結してるエリアじゃないですか。そうですね、数年前からみんななんかお引越しされました ね、このエリアに、はい、うん、中でもこの CJ-ENM センターはやっぱりこう韓流ファン、 K-POP ファンたちのまさに聖地のような場所。そうですね、あの回転扉とかね、はい、あそことかね、ザ・ベスト10でしょ。違う、古いギリギリ僕違うんですよ。M カウントダウンとか。そうですよ、そっちですよ、うん、じゃあさ、次の写真ちょっと見せてもらっていいですか、うん、はい、ここ知ってる？これ CJ-ENM センターの横なんですけど、はい、ここにいつもですね、うん、コロナ前は人が溜まってたんですよ。あー、なんかロケしたことありますね。ここは M カウントダウンの観覧客が待ってるエリアですよ。ここに並んでるんだ。ここに並ぶんですよ、朝早くからね。僕ここの M カウントダウンは経験したことがないんですね。あ、この新しい建物では、この新しい建物のところは、僕はこの新しい建物の M カウントダウンに出る予定だった、そのモンスター X さんに会いに行ったんですけども、その時もうすっごい具合悪くなっちゃって僕がそしたらモンスター X から心配されたんですよ。フレアさん大丈夫ですかって。なんで大丈夫ですって。なんだよ、 CJ-ENM センターで倒れた日本人だから一人だけじゃない。そんな方、はい、まとまりました。いやでもそういうところもあるんですね、うんうん、さあ、じゃあ CJ-ENM センターから、はい、おなじみの場所に行ってみましょうか。どこでしょう、はい、ヒューあヒューあれ早い早いここはどこでしょう。これはもうすぐ分かります、うん、はい、ミョンドン。そうです、ミョンドンです、はい、しかもこれ極めて最近撮った写真ですって。あら、今こんな感じ？こんな感じなんですって。まあ仕方ないといえばね、仕方ないけれども。まあ、旅行客がいないからね。うん、基本ね。いやもうせっかくこうバーチャルなんですか、もっとなんか人がいっぱいいる写真とかないんですか？見せたいですよ。いや、あります？あります、あります。せっかくバーチャルですから。はい。うん。昔のミョンドンはこんなんでした写真があります。はい。こちらです。はい。どれでしょう？あ、これ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 ね。これを見るとミョンドンって感じしますよ ね、 やっぱりね。いやもうこれで僕はこの通りだけスカウトされてますから、 K-POP アイドルになりませんかって。わー、自慢だ。いやもう自慢にならないんですよ。これ宮崎美穂さんもおっしゃってましたけど、もう過去の栄光にすがるのか。いや、ちょ、大きくなったからっていうマストじゃないですからこれ。いやでもね、これですよね、ミョンドンのメインストリートといえば。でちょうどね、うん、これあの反対側だけど、逆にこうナムサンバックに撮ったね、ソウルタワーバックにした、はいはいはい、あのミョンドの写真も何とも言えない魅力ありますよね。いいですよね。僕もここに何度も来たな。本当やっぱ行きましたか。行きましたよ、うん、あれその当時はこういうまだ雰囲気というか、うん、もちろん人はね、あ、同じですか。同じ雰囲気、90年代から、はい、ただ置いてあるものとか店とかは違ったけどね。あ、どちらかというと僕が留学していた時はシックな装いが流行ってたんで、うん、はい、白とか黒とかモノトーンの服をみんな着てましたよ、90年代とか。はい、じゃあ早速、うん、ミョンドンから。え、何？なんか待ってください、何でしょうか。あ、はい、ミョンドンといえばやっぱりあれじゃないですか、あの屋台。そうですよね、あの夕方ぐらいから、うん、こうね、屋台の車がこう並び始めるんですよね、うん、そうそうそう、でいいね、こう匂いを醸し出しながら、うん、そしたらなんかね、ミョンドンの香りすると思ったら、うん、見て見て、トッポギが来たよ。あら、見て見て、すごい、ホットホットク、ね、古谷さんがトッポギ、はい、で今私の手元にはホットクもございます、はい、そしてこれ見て、これはい、どうですか。さあ古谷さん、あ、それはもう韓国の屋台といえばの代表でもありますね。そうそうそう、あの、ホットドッグにはポテトついてるやつ、これこれ一本で本当にお腹いっぱいになっちゃうっていう、パンパンになるんですよ ね、 これね、美味しいですけどね、はい、僕頭切れてますけど大丈夫でしょうかね。ちょっと今調整中です、はい、あ、ドリンクも、お、韓国らしいのが届きましたよ。はい、はい、ミルキース。僕は見てください、はい、オクスがポンポン、
あ、ちょっと、あ、二人とも違うんだ。そうです、そうです、はい、どちらかというと僕は女子高生だよね、うん、女子高、あ、確かに女性にね、人気の、うん、これもそうだし、うん、それもそうだしね、うん、はい、でもミルキスとか大体あの、あ、女子がよく飲んでます、ね駅のベンチとかでミルキスがマシだ。そう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 、はい、いや嬉しいな、こういうものでもね、うん、なんかこう本当に都会ごっこの雰囲気が出ますからね。せっかくだからこれ食べてみる？いいですね、うん、ちょっとね、なんかね、はい、ちょっと食べてみようか。何からいきます？トッポキからいきましょうか。そうだね、せっかくなんでね、ね、いただきます。うわ、美味しそう。トッポキいただきます。熱っ、おいしい。うん、あー、この辛さね。いや、結構本格的に辛いね、うんうんうん、美味しい。これミョンドンの辛さだ。いや、本当にミョンドンから持ってきたのって思うぐらい本格的な味ですね。ミョンドンって店じゃないよね違います。違うよね違います。あ、でもね、うん、韓国の味する、ちゃんと。いや、久しぶりに食べたらちょっと興奮しますね、うん、ほっとくね、うん、ほっとくね。どうですか、ホットクも美味しいですか？あ、うん、美味しい美味しい。ホットクはね、あの、うちで結構うちの奥さんが作ってくれるんですよ。あ、そうなんですか？はい、結構ね、最近だと簡単にホットク作れるキットみたいなのも、あの、韓国のスーパーとか、ホットクセット売ってるよね。ホットク普通に作ろうとしたらめちゃめちゃ難しいんですよ ね。あれグーって押すやつ。あ、そう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 、あれ本当お店みたいにうまく家じゃいかないですからね。あれ大根切って大根でやる人いるんだよ、韓国。あ、そうなんですか？うん、大根でギューって。まあ、それ昔の話でしょ。いや、90年代とかの話じゃん。あのね、押すやつがあるんだけど、はい、それがない時の話ですよ。だから90年代とか今もみんなあるんじゃないですか、それちゃんと押すキットが。もう、あ、おいしい、うん、ほっとくも美味しい。これ食べてみようかな。大丈夫、ちょっと今大根の味したけど、これ大根ね。そんなことはない、そんなことはない。美味しいですね。うわ、うん、このホットドッグもね、うん、相変わらずもう芋の味だ。もう急に食レポが雑になって、時間ないから。時間がないからね、はい、まだあの素晴らしい場所に皆さんと一緒にね、うん、ワープしたいと思います、はい、さあ続いてはこちらです。はい、お、すぐ後ろでしたね。これソウルタワー？そうです。ちょっと待って、これ古い写真じゃないか？これすごい昔のソウルタワーだよ。これやっぱ90年代。これテーマ90年代じゃないの？これ昔だよ絶対。僕が見た時もうちょい白かった感じが。あのね、Nソウルタワーじゃないわこれ。Nソウルタワーになったんですよ。はいはい、これはナムサンタワー時代です。いや、びっくりした。なんでいろいろあったでしょ写真。なんでこれをちょい。しかもこのソウルの空撮も結構昔っぽいですよ。笑ってます。スタッフさんがね、もうね、古谷さんと同年代なのよ。いや、なんかね、もうないビルがあるの。いやー、これね、いや、皆さん、ぜひ、別で、Nソウルタワーっていろいろ検索してみてください。ちょっとさ、はい、僕に頼んだ方が良かったんじゃないの、写真。いや、そうかもしれないです。僕でさえもうちょいいいの、自分で撮ったのありますよ。これ絶対日本の M ネットの韓国人スタッフに、昔の写真借りたんだと思うよ、これ。ですよね。絶対。いや、そうじゃないと、なかなかこの写真を選ぶって、びっくりした。だってあんな錆びてたっけと思って。そうですよね。もうちょい華やかな映像、画像があるそうなので、やっぱり Nソウルタワーといえばこれというもので、こちらです、はい、何なんですか？はい、あ、分かった。鍵でしょ。お、鋭いでしょ、うん、はい、これ、うん、これね、僕自慢話がある。何ですか？テレビのロケでここに鍵を一緒に、つけに行ったアイドルがいます。僕が誰だ？藤原君も知ってる絶対。みんなも知ってるよ。男性？男性。ボーイズグループ。え、ボーイズグループと鍵をかける？いやいやいや、そういう、まあボーイズグループとニューイーストといった。お、すごい、うん、じゃああるかもしれない。あると思う。僕だからね、その閉めた後の鍵持ってるもん、まだ。うわ、律儀。律儀だな。だって、うん、あれ普通はあれ鍵投げてなんかあれですよね。そうそうそう。だからあの鍵があると開いちゃうから、うん、
っていう意味で本当はなんか投げて、まあ、これがね環境的にいい悪いは別にして、うん、一応こうね投げてもう離れられないように、そう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 、うん、っていうのがありますけれども、うん、じゃあいつか外そうとしてるんですか？違う違う違う。いや僕 ね、 思い出ね、なんかこう投げるのがなんか気が引けて、うん、分かります分かります、分かるでしょ、はい、それは分かります。それでつい持って帰っちゃった持って帰っちゃったそんな思い出があります、ね、あのどこかにあるみたいなので、いやもうニューイーストとの思い出の鍵があります。いやもう本当今度古谷さんと一緒に行きたいわ韓国ロケネタいろいろあるから、いやもう本当にいろいろ本当に、うん、で、はい、FF でね愛の鍵をねで鍵を持って帰ってもらって古谷さんにさあ Nソウルタワーだけじゃないです、はい、はい、次行きましょうか、次、はい、行きましょう、はい、じゃあ行きましょう、次はこちらピューンピューン、はい、これだけだとちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、これもさ古い写真じゃないよね、はい、大丈夫これ、なんかさどうせバレねえだろみたいな感じでこれ持ってきてないスタッフさん分かるよ、なんか焼酎の瓶も古くないかあれあのスタッフさん認めました、これこちらカンジャン市場、カンジャン市場なんですけれども、うん、昔の写真でしょ、はい、でしょ、はい、だっておばさんも違うんだもん雰囲気がよりちょっとこう何ですか、パンチの当て具合とか違う、全然違いますよ、あの煙の当たり具合とか全然違うもん、煙のねえ、カンジャンシジャン、うん、もう本当にねこうやって、屋台がね、うん、こう室内の中にこう並んでるっていうのもありますし、はい、まあ、新鮮なね野菜とか本当に現地の人もここでね、はい、買い物したり、ここでね、うん、今まあコロナ禍なんでなかなか難しいかもしれないけど、はい、野菜ビュッフェがあって、はい、好きな野菜を器に入れてビビンパップにして食べれるお店があるのよ。そんな店あるんですか？すごい美味しいの。はあ、美味しそうだな。韓国ってさ、はい、野菜の種類多いじゃない、うん、特に葉っぱ系の野菜が、そうですね、もうだからいろんな野菜入れてコチュジャンでこう混ぜて温かいご飯でごま油かけて食べさせてくれるんだけど、で優しいおばさんはね卵焼き乗せてくれるのただで優しいおばさんは黙ってても乗せてくれるの。あ、本当は有料だけれども、本当は有料なんだけど、けんちゃな、出た、けんちゃな、けんちゃな、市場でよく聞きますよね、ひんねー疲れてる、見えたんですね元気出して元気出してってね。あ、別の写真がある、いいですね、はい、はい、そちら見ていただきましょう、はい、どうぞ。これも古いでしょ、これも古いよ絶対だって価格が古いも設定が、あれ僕が行った時にこのビンデットってやつ4000ウォンじゃなかった気がするけどもうちょい、ビンデットが安すぎますよこれねえ、むしろ何年の写真か気になってきましたよね。いやいや、そっちのが気になります。あ、これもある、いろいろある、わ、すごい、こういう市場でよく食べるグルメというのが今回ね、はい、うん、用意されました。見てくださいこれ、はい、ねえ、キンパ、ほらちょっと普通のキンパと違いますね、ちょっと違うね、はい、海苔内側バージョン出ました、ヌードキンパっていうそうですね。このネーミングがね、はい、韓国でその食べたら美味しくて止まらないのマヤキンパとか言うじゃないですか、はいはい、そのネーミングが韓国だなと感じますけども、ヌードキンパ、ヌードキンパ、そして、もう一皿がこちらですね、うん、はい、もう日本でもおなじみになってますけれども、はい、チヂミ、はい、はい、こういうのをね、うん、こう寒い時期にこういう市場とかで食べるとまた美味しいんですよね、うん、パジョンだねこれね、はい、あ、ニラかな、あ、ニラですかね、うん、ニラだ、うん、あ、美味しい、うん、うん、あとはマッコリか、気持ちはわかります、だって、はい、チヂミにはマッコリじゃないですか先生、なぜでしょうか、ちょっと教えてくださいよ。それはね、チヂミを焼く音が、うん、雨が降る音に似ているっていうところでね、はい、雨の降る日に飲みたい、食べたいって言うじゃないですか、はい、それでマッコリとね、よくセットで言われていると、はい、いうことですよね、ね、美味しい、うん、いいですね、うん、いや、 やっぱりこう韓国料理食べてるとこう写真だけかもしれないけど、なんかこう気分だけでも韓国に行った気持ちにはなれるね。そうですね、少なくとも僕らは、うん、ごめんなさいね、僕たちだけこう食べてるっていうのがあるんですけれども、うんうん、ぜひ皆さんもね、こう渡韓ごっこの時になんか韓国のお菓子でもいいですけれども、あ、そうだね、そういうのとね、うん、一緒に、
見たりするとより、ね、楽しめるかもしれませんね、うん。まあ、今日すごく短い時間だったんですけど、はい、こんな感じでその韓国の写真だったり映像とかこうみんなでワイワイね、うん、まあこれだけど今もコロナ禍だからみんなでワイワイっていうのもできないのかもしれないけど、こうやってこう映像見ながら食べ物食べてってやっと、はい、なんかこう韓国に行ってる気持ちにはなるね。確かにね、なる、うん、もう本当に今もうちょっと食べただけでも、うん、で映像見ながら、うん、うわ懐かしいとか思いましたもんね。でもやっぱりこうやって藤原くんとその韓国の思い出話もしてるだけで面白いよね。いや本当に尽きないもんね、思い出話がね。尽きない、もう明洞のとこだけで1時間話したい本当に本当だよね、うん。でもねちょっとね今回時間が限られているということなので、うん、ちょっとあのコメントも見ていきましょう、はい、ああやっぱりね羨ましいっていうコメントも、あお腹すくうって、うん、ね、炭酸飲む飲む人間さん、稽古さん飲む飲む人間さん稽古の楽しみとすごい人いらっしゃいますね、はい、あ今回海外からもねあのコメントたくさん届いてるみたいですね。英語でも来てます。ホットプレート、うん、ホットプレートビビンバしますって。ホットプレートビビンバ、あだから石焼き風になんかしてみるとか、うん、そういうんじゃないですかね。早くゲスト来ないかなっていうのもね、あなか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 まだ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 、あ、うん、I'm hungry ミハエル、はい、ミハエル、はい、Are you hungry? I'm hungry って書いて今コメントで多分返してますよ、はい、もうたくさんのコメントねありがとうございます。引き続きねよろしくお願いします。はい、ということでここまで FF コンビが、皆さんをいざないますバーチャルソウルツアーをお楽しみいただきました、はい、ありがとうございました、はい。さて、はい、ここであそうだ別の場所の写真が実はここであるということで、うんはい、まずはそちらね見ていただきましょう、はい、こちら、あ、はい、ここはパシフィコ横浜でございます。もう僕もしばらく行ってないよこのコロナ禍になって。ご安心ください、もうすぐ降り立つんではないでしょうか。わお、パシフィコ横浜、なんと9月23日木曜日こちらで、はい、JO1、はい、オーブエンジンのお三方が出演する KCON ワールドプレミアザ・トライアングルが開催されます。やったね、はい、9月23日木曜日、うん、14時そして18時30分という2部構成でオンラインオフラインで行われます今回のこの KCON ワールドプレミア The Triangle ですが、将来楽しみなアーティストたちを世界中の K-POP ファンに紹介するという趣旨のもと行われるイベントになってます、うん、なるほど、はい、でタイトルにも Triangle でなってますから3組が登場するということですね、うんはい、そうです。はい、まあ、もちろんこの3組はご存知かと思いますが、うん、8月に発売しました4枚目のシングルストレンジャーはもちろんのこと、これまで発売した全てのシングルで好記録を出すなど確固たる地位を築いていらっしゃいます11人組ボーイズグループの JO1、 はい、先ほどもね出てきました、はい、はい、そしてワンマンライブの開催など精力的な活動を行っておりまして、うん、来たる10月13日にはファーストアルバムのリリースを控えております。唯一無二の存在感を放つ4人組ボーイズグループのオーブ、来ました、オーブ、はい、そして歌、ダンス、芝居が融合したパフォーマンスショーを展開し、さまざまなジャンルで活躍する9人組ボーイズグループのエンジンさん、エンジン、はい、という3組が一挙大集結となります。まさにプレミア、はい、イベントでございます、はい、ということでございまして、うん、ぜひ、ね、期待していただきたいなと思います、はい、うん、はい、で、実はですね、はい、この KCON ワールドプレミア The Triangle に出演します JO1 の皆さんからメッセージが届いているということなんで、早速ご覧いただきましょう。どうぞ。 JO1 ファンクラブのジャムの皆さん、そして日本のケイコナーズの皆さん、こんにちは。せーの、ゴーゼロと JO1 です。今回僕たち JO1 がケイコンワールドプレミアザ・トライアングルに出演することになりました。ケイコンタクト史上初となるこのイベントでは、アーティストごとのトークとパフォーマンスをお届けします。さらに JO1 ファンクラブジャムの皆さんと日本のケイコナーズの皆さんと共にコミュニケーションを取りながら行うインタラクティブ型ショーケースとなっております。わー、わー、皆さんと共に素敵な時間が過ごせるのを僕たちもとても楽しみにしております、はい、イベントに関する詳細はケイコンオフィシャルホームページケイコンジャパンの SNS をチェックしてください。
それでは K-CON ワールドプレミアザ・トライアングルでお会いしましょう。以上 J-CON でした。せーの、 Let's K-CON Together。 ハイファイ。Let's K-CON together. High five. Together, 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 together. Yeah, together. さすが、さすが。もうちゃんともうハイファイブしてくれましたよ。はい、うん。ということでございまして、うん、23日。楽しみですね。待ち遠しいですね。この会場の中を熱くしてくれると思いますが、うん、で今回ですね、うん、これインタラクティブ型ショーケースということで、はい、あのコミュニケーションも取れるということですので、ほう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 、まあ、かなりね、豪華で、そして見ている方も楽しめる、イベントになるんではないでしょうか。はい、はい、さあそしてですね、うん、もう食べなくていいから早くゲスト呼べというコメントもたくさんありがとうございます失礼いたしました本当にね、あのね皆さん、はい、我々もタイミングというものを見分かってやってるんですよあの皆さん、あの単純にね皆さんをいじめてるわけじゃないんで です、タイミングなんですよ。いろいろねありますから、はい、そうです、ここでっていうのがね、そうなんです、ありますから、まさにそれが今このタイミングと、はい、いうことでございますはい、はい、ということでございまして、ここからコメント欄も盛り上がっております。うん、じゃあもうつなげますか。はい、こちらと電話をつなぎましょうか。はい、では行きましょう。 K-CON ワールドプレミアザ・トライアングルに出演されるエンジンの皆さんとお電話がつながっております。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。イエーイ。こんばんは。あ、盛り上がってますね。ありがとうございます。はい、じゃあエンジンの皆さん、改めてご挨拶お願いできますか。はい、K-CON スタジオライブプロメジャパンをご覧の皆様、こんにちは、エンジンです。いやよろしくお願いします。え、今日メンバー皆さん集まってくれてるんですか。はい、全員おります。嬉しい。今もう今コメントもすごいことになってるよ皆さん。嬉しい、ありがとうございます。すごいすごい、ねね、あ、どんどんね皆さんあのコメント書き込んでください。あ、もうエンジンちゃん、エンジンと来てます。あ、かわいいと、もう声だけでそうですね。ね、さあ、みんなすごい喜んでくれてる中で、おい声だけかよっていう人もいますけど、違うんです。違うんです。これは、はい、ラジオがコンセプト。ね。ね。そうですね。そしてコロナ禍を考慮して、うん、今回は、声と。そういうことです、うん、でもやっぱりね声だけだとね想像力が働くよね。そう、あの、うん、声だけのいいところって、うん、こうあの今ね聞いている人たちの最大限、うん、こういいところで想像して聞いてらっしゃると思うので、うん、そうだよね、よりいいんですよねあ、今なんかあのコメントで滝沢というコメントが滝出ましたよ。翼くんね、すごいですねお知り合いの方ね、あ、翼くん今ジャージ、めちゃめちゃジャージです。おすごいすごい、お当たりましたね。来た来た、これほらやっぱり声だけだからっていうのはこう想像力で楽しめるから。そうですね今23日楽しみというコメントもね、うん、ありましたけれども、うん、はいはい、じゃあせっかくだから一、うん、人ずつ声聞かせてもらいましょうよ。そうですね、うん、はい、自己紹介お願いします。急に音声が急に音声がちょっとね、はい、上げないでください。はい、まあ、今ね生配信でお届けしているということで、改めてあれ今聞こえてますか、我々の声。聞こえてます。じゃあ一人ずつ自己紹介お願いします。はいはい、はい、あの僕はエーリックと申します。よろしくお願いします。お願いしますまたことやね声声を聞いてかっこいい顔だとハードルを上げないでください。上げてないですから、ね、エリックさんね。あ、エリックさん、はい、終わってるから。はい、続いての方。はい、草地亮乃です。あの今電話なので直接お向けすることができないのが残念なんですけど、はい、エンジンのビジュアル担当としてもらってます。ルカキはモノマネです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。声だけでビジュアル感じるわ。ラジオが長いから、ラジオ長いからもう想像がすごいからもう写真見ながら話してるからね。見てるじゃないですかさあそして続いての方。は
あ、玉沢ピニアです。声がいいので声のお仕事なら任せてください。玉沢ピニアです。ちょっと待ってください。こちらリクルートじゃございませんけれどもそういうことじゃない。今見てくださってる方にそういうことです。びっくりした。声の仕事のリクルートかな。違いますよ。なんでエッチの方が我々にリクルートするんですか。ありがとうございます。はい、続いての方。はい、ファイナンシャルリーダーを務めさせております滝沢翼と申します。よろしくお願いします。お願いします。いや元気いっぱい、うん、やっぱねリーダーを引っ張っていくっていうのがね、はい、伝わってきますね。はい、さあ続いての方。はい、エンジンの中谷日向です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう日向っていう名前がかっこいいもん。羨ましい。ありがとうございます。嬉しい。魅力ポイントはどこですか。あ、魅力ポイントはなんか質量あるんですけど言い足りない。はい、あけどギャップがある。自分で言うことじゃないでしょ。あ、ギャップ。ギャップ。あ、ギャップがね。ギャップがあるからね。やっぱギャップ萌えっていうのはやっぱり、そうそう、反転魅力ってね、韓国ではよく言いますけど。びっくりした。日本語でね、なかなか言わないワードですけれども。はいはい、あ、ギャップね、ぜひ23日もね、見せていただきましょう。はい。はい、続いての方。はい。エンジンのツッコミ担当の中林恭一です。よろしくお願いします。ボーイズグループにツッコミ担当がいるんですもんね。いろんな新しい担当が増えていってますね。なんかね、よく他がボケだから、ね、全員ボケだから。あ、全員ボケ。ツッコミざるを得ないっていう状況です。トーイク大変なの。8人ずっとツッコんでんの。8人を1人で回す。いやスキルがね、すごい。どんどん手首腫れ上がるね。検証になっちゃうからね。突っ込みすぎてね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いての方。はい、エンジンの中本大河です。エンジンでは、番長を担当させてもらってます。よろしく。すごい男気感じられますね。そうだって、リーダー以外に番長もいるんでしょ。そうなんです。だからメンバーがなんか襲われた時とかは基本的に僕が。あ、なるほど。体力的な。ちょっと待ってください。メンバーが襲われた時に。だからいろいろね、こういわゆる最悪のことをいろいろ想定して、わからないじゃないですか。こう何があるか。え、エンジンはそんなに危険な現場が多いんですか。そういうわけじゃない。そういうわけじゃないよね。そういうわけではないと思いますけれども、はい、そうです。まあ、番長としてチームを守っていくっていうことです。びっくりしました。最初番長かと思って。番長じゃない。わからない、多分。エンジンの皆さん。番長は何かっていうのは。ごめんなさい。ね、はい。さあ、そして。番長がいるから怖いもの知らず。かわいい。番長がいるから怖いもの知らず。いいですね。心強いです。はい、はい、次は。はい、エンジンの太陽をしてます。宮里ソルです。よろしくお願いします。いや、ソルっていう名前、太陽だよね。そうですね、かっこいい、はい、どうですか、結構なんか自分は晴れ男だみたいな自負はありますか。あります。この前 MV 撮影した時も雨予報だったんですけど、うん、俺のおかげで晴れました。したね、かっこいい。俺のおかげで晴れたと、はい、いや今はそう言ってるかもしれないですけど、次雨の現場の時大変なことになりますからね、はい、あまり大きなことは晴れ男として言わない方がいいと思いますよ。晴れのプレッシャーがある。まあね、晴れることにね越したことはないと思いますけれども ね、まあね、はい、多くのひまわりを自分に向かせるぐらいの力があるんでしょうね。素敵だな。はい、ありがとうございます。そして最後は、はい、エンジンのお調子者担当、エンジンを元気にする担当、山田京です。よろしくお願いします。山田さん、お調子者担当なんですね。、はい、いいですね。なんかいろんな新しい担当が、ねね、どんなところがこうお調子者的な部分って言えるのかな。ちょっとすぐ調子乗っちゃってなんかふざけたりして、いつもリーダーに怒られるとかして。あ、でも最年少のリーダーにいたずらっ子みたいな。あ、でもこういうキャラクターって絶対ボーイズグループは必要なんですよ。大事です、大事です、はい、結構こう張り詰める空気感とか、はい、多分いろいろね、いろんなお仕事をこうしていく中であると思うんですけども、はい、そういう時にやっぱりこうちょっとね、こう空気を明るくしてくれるみたいな存在がいると、あとね、これイベント MC あるあるなんですけども、だいたいグループの中でそういうこういたずらっ子の人たちが持っているエピソードがイベントで生きることが多いの。
あるあるある、本当多いのある、だから絶対必要不可欠な存在です助かるってところって結構ありますもんね。はい、よかったよかったいやでもね、こんな素敵なメンバーで構成されているということですけれども、はい、でも歌とダンスと芝居っていうものを融合させている、まあ、コンセプトなんだよね、はい、そうなんです、うん、すごい珍しいよね。その舞台をやっていまして、うん、もうなんかいろんな舞台で僕たちもダンスのダンスだったり歌だったり芝居だったりを見れる機会が、で縦だったりラップだったり、そうそう、なんなんならデビューステージでお笑いもやりました。すごいですよ。でもやっぱり今こう、ね、はい、ミュージックビデオも流れてますけれども、うん、やっぱりねお芝居されてるっていうのもあって、うん、すごいこうね芝居力というか表情が豊かい、そうそうそう、うん、結構ね硬かったりとか、そう全然ない、ね、ないですもんね。藤原君のデビュー当時と違うでしょ。僕と比べないでくださいよカッチコチだったんですから僕はいやでもいや素晴らしい、あのあれ見ましたよ、あのドッキリの番組、エリックが出てた、はいはいはい、あれいいリアクションされてましたよね。すごいいいリアクションだったね風船爆発した時のあのリアクションあれは芝居、あの風船の爆発って、はい、あの煙が出たんですけど、はい、それ落ちて帰ってから、あの引き出しでたまにびっくりしたすいません本当に、いやいやいや、だからね学なんかね急に質問されて、うん、でなんかこう時間内にこう答えようっていう中で、うん、どんどんこう風船がね膨らんでいくっていう、そうですね、でその中におもちゃのゴキブリですね。そう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 、はい、そうですね、おもちゃのゴキブリがたくさん入ってて、バーンと、はい、爆発しちゃったっていうこと、ナイスリアクションをされていたと、そう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 、いやでもすごい、うん、今度お二人に当たるとゴキブリ風船に来てきますね。今度お二人にゴキブリ届けに行きますねって言って、どういうことですか？それだとドッキリにならないんですけど。ただのデリバリーですよね。はいはいはい、それはねちょっとやめて、せめてね我々も出てる身としてドッキリをしていただければと思いますけれども。ただの、はい、さあ皆さん。あの来週23日に開催される「KCON ワールドプレミア・ザ・トライアングル」ですけれども、はいはいはい、これ出演決まった時のお気持ちっていかがでしたか？うんうん、もうスタッフさんから KCON出演させていただけること聞いた時にもう嬉しすぎて、うん、もうみんな飛び跳ねてました。本当にもうやったやったって、ね、もう自分たちからしたら憧れのアーティストさんたちが出演させて感じていたなので、うん、よく見たんですよ結婚の YouTube とかを、そうかそうか、だから本当に幸せです。あのステージの準備ってもう順調に進んでます？はい、順調です。あ、今回のあの結婚のステージ、僕たちエンジンがセットリストだったり、うん、ダンスの構成とか積極的にその意見を出し合って、でスタッフさんと何度もミーティングを本当に重ねて、うんうん、で今そのより良いステージを作ろうと頑張ってます。いや楽しみだね。いいですね。いやでもさ、藤原くん、はい、今日、うん、ずっとコメント欄が、はい、ある一つの話題で盛り上がってたと思いませんか？お、確かに。なんかさ、おめでとうおめでとうってすごくない？お、なんかね、あれ、なるほど、これはどういうことですか？そうなんですよ、実はね、はい、9月13日、おとといは宮里ソルさんだよね、はい、そして、はい、15日は中谷日向さんがそれぞれなんとお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いやびっくりした、こんなに近い日でお二人いらっしゃると。すごいね、だ今日誕生日だよね、キューはね、はい、ねコメントもね、うん、たくさん届いておりますね。そう、もうすごいよ、おめでとうって、お誕生日おめでとうって、嬉しい、めっちゃ嬉しい、みんなありがとう。いやすごいことになってますもんね。コメント拾おうと思ったら早くスクロールしすぎて追えないんだよね。いやいや、でもあのこの後、うん、またまだお二人いらっしゃるんですね、9月のお誕生日の方が。そうなのよ、ね、今月4人だよっていうあのコメントも来てますね、はい、うん、はい、ということは、ああ、うん、どうぞどうぞ。ゴキブリいらないですよ。ゴキブリいらないですよ。ちょっとタイムラグが、ちょっとタイムラグが、ね、はいはい、ちょっとありますね。ブラジルですか？
びっくりしました。彼には彼の時差があるんです。最近ブラジルと電話してもこんな5分の時差はないですよ。もうちょい早いですけれどもね。ないよね、はい。びっくりしましたけれども、いやだけど、はい、ということは来週のイベントでまたお祝いできるね、うん、考えてみたらね。そうですね、その時にちょっとまたね、来てくださってる方、そして見てくださってる方と、また盛り上がっていけたらなと思います、よろしくお願いします、ね、でもそれまでね、もう健康第一で、過ごしていただければと思いますが、はい、しかし、みんなのね、そのファッションすっごくこう、まあ、ミュージックビデオもそうだし、ビジュアルイメージ見てもおしゃれだと思うんだけどさ、これなんかこうファッションの影響って例えばどこから受けてるとかって、なんかこう K-POP のアイドルとかからも受けてる部分ってあるのかな。K-POP はドクマちゃんも好きよね、そうですね、よく K-POP アイドルの方がよくニットとかカーディガンとか着てることがあるんですけど、僕自分はそれに憧れたりしてます。可愛い感じ、ちょっとオーバーサイズでね、はい、なるほど。洗濯物洗濯物、あ、ニットはね、洗濯物結構繊細に洗わないとダメだから、ちょっとさ、エーリック君大丈夫。いや、イベントではエーリックさんみたいに生きてくるってことですからね。イベントではもう超生きてくるからね。一人だけ違う世界にいるんですよ。一人だけ違う世界にいる。電話だと困っちゃうな。いやでもね、たくさんの魅力もうすでにもう伝わってると思います。いや、やっぱり直接会って、イベント一緒にできたらすっごく楽しい時間を過ごせそうな気がします。あと1週間、はい、我々もね、楽しみに待っております、はい、そうなんです。23日ね、会場で私たちも皆さんとお会いすることになると思いますんで、はい、ぜひその時お祝いも含めてさせてください。ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあもうお別れですって。あら、もうあっという間です ね、 ね。じゃあ早い早いですけども、最後に今日今見てくださってる視聴者の皆さんにメッセージいただいてもいいですか。はい、ミューズの皆さん、この配信をご視聴いただいている皆さん、本当にありがとうございました。エンジンのメンバーも個人的に結婚が好きなメンバーが多いので、そんな憧れの舞台に立てていただけることは本当に嬉しいと思ってます。で、先ほどおっしゃられてたように、成婚第一で、これから毎日休みだけ死にも狂いで練習してますので、当日来てくださった皆さんとか、オンラインで見てくださった皆さん全員楽しんでいただけるように頑張ります。はい、ありがとうございました。素敵な舞台パフォーマンス期待しております。はい、ありがとうございます。エンジンの皆さん、ありがとうございます。アンニョン、ありがとうございます。はい、ありがとう、ありがとう、はい、会場でね、会場でね、会場でね、またね。視聴者の方ですね。我々じゃないと思います。今僕、またねってやろうかと思ったんだけど、ちょっと今抑えました。ファンの皆さんに対してでございますよ、ね、いやでもさ、はい、面白いです、ね、めっちゃ面白くない。にぎやかだし、それぞれ個性出てるし、いやイベント一緒にやりたい、ツッコみたい、あっちこっち、番長会いたい。リーダーと何が違うのか知りたい。ねえ、いろいろ危険な目に遭ってるところを救ってくれるっていう。おっしゃってましたけれどもね、そういう話も面白いよね、はい、23日本番ね、本番ね、パフォーマンスも含めてトークも絶対楽しませてくれるんじゃないでしょうかね、そうですね。さあ、はい、まだね、ということで、はい、ここでもう一組と、そうでございます、はい、こちらもね、K-CON ワールドプレミアザトライアングルに出演する、つな、はい、げてよろしいでしょうか、オーブの皆さんでございます。こんばんは。こんばんは。アニョハセヨー。いやいや、ということでね、アニョハセヨー。オーブの皆さん、古谷、はい、です。お久しぶりです。古谷さん、お久しぶりです。いやー、お久しぶりです。あれ、そうだ、3月に共演されてるんですよね、はい、古谷さんとは。そうなんです、すいません、めっちゃ魅力あるグループなんですよ、はい、そうですか、すいません、はじめまして、私、藤原と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、元気いっぱいオーブです。はい、早速ね、はい、挨拶してくださいましたけれども、お一人ずつ、ね、じゃあ、改めてお一人ずつ声聞かせてください。はい、
赤髪の本田光輔です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。関西弁の、中川克成です。よろしくお願いします。お願いします。はい、声が高い浦野修太です。はい、標準語の高宮です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。珍しいですね、それぞれこう自己紹介されるときにこう方言それぞれ言っていくの、すごい。オーブの皆さんはメンバーそれぞれが実に個性豊かで、持ってる力がねそれぞれまあ爆発的なものがありますよ。あ、そのパフォーマンス力も含めて、あとキャラクターがいい。キャラクターも、ありがとうございます。本当に素晴らしいです。でももうあれからね、あっという間に半年が経ちますね。もうそんな感じですよ。でもその間大活躍じゃないですか。いやありがとうございます。ありがとうございます。 YouTube も拝見させていただきましたけどね、再生回数もすごいことになってますもんね。ミュージックビデオとか、そうそうそう、もう教えてもらいたいもん、どうやったら伸びるのか。僕も友達を増やす。いや、やっぱいないんだよ。一緒。40代になると急に友達減るの。30代も変わらないです。30代も変わらないです。と、ね、ぜひなんか、ね、友達になってほしいなと。あ、僕たち友達。いや、もちろん、いやー本当にチング友達ね。ということでございますが、はい、今回ねいよいよ23日に慶功のイベントにご参加いただくことになったわけですけれども、はい、どうですか今の気持ちは。はい、そうですね、素直に僕たちがこうやってまた結婚たちと関わらせていただけるっていうのは本当にありがたいことですし、うん、まあ、結婚としては初めてのパフォーマンスができるということで、まあ、オーブという姿を初めて見る方もたくさんいると思うので、うん、いつも応援してくれてるキューブのみんなと結婚アンスの皆さんには僕たちオーブのかっこいい姿を 100% で届けたいなと思ってます。あ、そうだよね、うん、まあ、本当パフォーマンス力もありますし、しかもあのタイミング的にはバッチリだよね。だって10月にファーストアルバムリリースなんでしょ。はい、わあ、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。今回ファーストだからやっぱりこうある種ねオーブの名刺的な1枚にならなきゃいけないアルバムだと思うんだけど、どんな作品になりそうですか。はい、今回ですね、僕たちオーブのデビューしてからのこの1年間を詰め込んだようなストーリー性のある作品に仕上がりました。うーん、改めてタイトル紹介してもらっていいですか。せーの、チェイサー。チェイサーですよ。ね、今このね、こう写真も今出てますけれども、ビジュアルイメージしっかりね、はい、かっこいいですね、黒と白のスーツで。やっぱりあれだよね、シャツのボタンの開け方うまいよね。そこですか。え、そこですか。だってあのセクシーさ出せる。いや確かに、あそこまで開けられない、なかなか。でしょう、僕もう一個閉めちゃうもん。いや全部閉めてください。何をちょっと見せようとしてるんですか、古谷さん。全部閉めてください。おお、たまにそういうとこあるから、古谷さん自分もちょっといけるんじゃないかみたいな。一緒にお風呂しましょう、開けて。いや、もう結婚式の仲人になりますから。そんな開けてる仲人いないでしょ。だらしない仲人になっちゃうから。いやでもね、こう決まってますけど、でもそれぞれのこう曲によってガラッとこう雰囲気もこう変えられるっていうか、こうゲットアウェイっていう曲だとすごい爽やかだったりするじゃないですか。なんか今回のアルバムでここを特になんか聞いてほしいとか、なんかポイントってあるんですかね。そうですね、僕たち、デビュー当時からこう一度やっぱ敗北を味わったグループっていうことで、こう上に登って駆け上がっていくっていうリリックが多くて、うん、それが一年の集大成のリリックっていう感じでそのチェイサーに盛り込まれているので、そのリリック感とかもちょっと聞いていただけたら嬉しいです。なるほどね。
やっぱりこういろいろとこう経験したからこそ得られるものって絶対あるはずだから無駄なことはもう一個もないですからね一個もない本当に、はい、本当ね僕らが語るとすごい重みあるからねいや本当に、ねえー、いろんな敗北とね裏切りを繰り返される一緒にしないでください一緒にしないでもね本当にこう一つ一つの経験っていうのは絶対生かされる時ってきますからね、うん、そうだよねはい、うんはい、でもどうですか23日のあのステージの準備って進んでるんですかそうですね今絶賛あの準備中でして、うん、あの本当に僕たちの魅力を最大限に皆さんにお伝えできるように今取り組んでますなんか我々とも共演させていただけるとそうまたあのねパシフィコ横浜でお会いできそうですのであ会いたいですいや本当に藤原君本当にいいグループだからちょ気になりますね、うん、もうぜひ生でお会いしたいなと思います、うん、当日ねよろしくお願いしますよろしくお願いします。ちなみにあの前回ですね、実はあの K カルチャーを一緒に僕体験させてもらったんですよ。おはい。あの企画でね。はい。あの最近なんかこう今注目しているなんか韓国ものって何かありますか。まあ、食べ物でもいいし、ファッションでもいいし。韓国もの。うん。なんかあります。あのもちろんアーティストでもいいし。はいはい。そうですね。まあ、ご飯。ご飯。ご飯面白いよね。はい。あのちょっとやっぱ韓国のものが出向してるものが多いかなと思うんですけど。ほうほうほう。なんかやっぱ健康的じゃないですか。そう、わかる。だから最近よくキムチばっかり食べてます。あ、キムチね。そう。あのこれありきたりですいません。いやいやいや。でもねあの本当にこうキムチってなんか体にいいって言われてますし。うん、そうなんですよ。うん。でね、なんか初めて聞いたけどね。ほんまね、これあの肌にもいいんですよ。あ、肌はね、カプサイシンがね、はい、カプサイシンですよ、はい、でもみんな知っちゃってるかもしれないけどね。いやでもね、キムチはみんなあのキムチただ食べるだけってイメージあるけど、これ炒めるとまた美味しいのよ、はい、あの特にあの熟されすぎたキムチは火を通してくださいね。そう、豚肉と一緒に。そうです、旨味がギュギュッ。何の話してるんですか急に。軽カルチャーで、カルチャーで、ずっとご飯の話になるのかなと思いましたけどね。なんか行ってみたいスポットとかあるんですか？韓国でですか？韓国で行ってみたいとか、うん、もう一度行きたいとか。あ、僕ソウルタワーです。ソウルタワーね、すごい綺麗だよ。あのオーディション中に、うん、プロデュース101のオーディション中に。みんなで行ったんですよ。おお、へー。バスに乗って、はい、あのリフレッシュ方がね、はい、ちゃんとシャッターに連れて行ってもくださって、うん、結構思い出に残ってるのでもう一回行ってみたいです。あ、そうですよね。夜景綺麗なんだよね。いやー、いいなー。あ、夜は寝てないから。あの時昼でしたもんね。あ、なるほどね。じゃあ夜行ったらまた印象変わるかも。夜見えないね、じゃあ。で、次もし行くときね、あのずっとナムさん登る途中ね、車であの途中下車していただくと、あの辺ね、とんかつ屋さんいっぱいあるから、あのぜひとんかつ食べてください。あの中にね、あのそうです、あの中にあの死のとんかつっていうあのメニューを出してくれるお店もあるので辛いから、辛い、激辛です。あ、もうメモってる、はい、あ、もうメモってる。あ、すごい、はい、さすがですね。あのフットワークが軽い。すいません、古谷さん、はい、あのキムチはありますか？今キムチ好きだな。キムチありますか？韓国行けばどこでもあります。キムチなかったらちょっと怖かった。ご安心ください。大丈夫大丈夫、あのとんかつ屋さんでもキムチは絶対出るから。あ、すごいな。出ます、出ます。安心していきます、うん、安心していきます。いや、そう、本当好きなんですね、キムチ ねあ、コメントもたくさんね、あの届いております。わ、すごい、すごいよ、うん、わ、もうね、ごめんね、あのたくさんメッセージ来すぎてスクロールが早すぎておじさん目ちざって追えなくて。もうちょっとね、ちょっと若い私が頑張りますね。ちょっと見てください、はい、あのやっぱキムチありますかというコメントにもね、すごいあの反応ありますし、うん、みんな知ってんの。あとあの、あ、大好き、ほら、ふじゃるくん、あとキャー、ふじゃるくん、それは僕でも読める。あ、そうですか。はい、だからそれだけ、うん、オーブにコメントが
もうひっきりなしに届いてるよってことを言いたかったんです、ね、あ、ティザーかっこよかったっていうのも来てますね。あ、ティザーかっこよかった、はい、あ、そうなんです、ね、今絶賛ね、構成上がりました、さっき、はい、今ちょっと見つけたコメントだと、フリラさんと僕らの衣装がおそろって見えますけど、確かに、お、そうだ、あ、なんかこう、あ、本当だ、あ、ちょっとシックな、それで合わせて、はい、うわ、ずるい。ちょっと待ってくれる？嬉しいな。ちょっと待って、開けなくて、見せなくていいんですよ。見せなくて、シミしか映ってない。5人目じゃないですか。めちゃくちゃ最高ですわ。最高ですわ。ほら、褒められた。いや、すごい、すごい、会いたい、会いたい、すごい会いたい。もう1週間待てませんよ。ねえ。え、何ですか、大盛り上がりの中残念ですが、そろそろお別れ、あら、早いね、早いな。でもまた23日そうですね、お会いできるということなのでね。でもね、あの視聴者の皆さん本当ね、はい、一言だけ言いますけど、当初の予定よりね5分も長いんですからね。そうです、はい、だから逆にねお付き合い長くいただいているわけでございます。ありがとうございます、多くの皆さんありがとうございます。じゃあ、あの最後にですね、あの視聴者の皆さんにメッセージをお願いできますか。はい、初めましての方もいるとは思うんですけども、僕たち4人組のオーブと申します。23日のゲイコンタクト、では初めてパフォーマンスさせていただきますので、ぜひ知らない方も好きな方も見て応援していただけると嬉しいです。はい、頑張ります、頑張ります、頑張ります。はい、ありがとうございます。ぶっ飛ばします。ということで23日、はい、会場でね、はい、パシフィコ横浜で楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おはようございます。ありがとうございます。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。韓国の方でもなかなか あんなに言わないですよね。気持ちいいってね、写真撮る時ぐらいですよね。そうだよね。いや、これは23日いろんなね、またトーク楽しみになって、ね、これ視聴されてる方はね、うん、より楽しめるんじゃないですか。多分この話すると思いますし、しますね、はい、いやー、でもいや魅力あるな、2グループとも。いや、すごいですね。いや、本当ね、本日電話で出演してくださったエンジンの皆さん、そしてオーブの皆さん、そして JO1 の皆さんが出演する、はい、ケイコンワールドプレミアザ・トライアングル、9月23日木曜日開催となります。はい、はい、じゃあチケット情報いきますかね。はい、9月20日月曜日祝日ですね、うん、よりチケットピアにてケイコンワールドプレミアザ・トライアングルオフラインチケットの一般発売が行われます。はい、詳細は近日中にケイコンジャパンの SNS にてお知らせする予定ですので、そちらを、ご確認ください。でさらに18時30分から開演となる2部に関しましては、ピアライブストリームにてリアルタイムでご視聴いただけるということで、チケットピアにて開演後30分まで公演視聴券を購入できますので、ぜひオンラインでも公演をお楽しみいただければなと思います。はい、そしてケイコンオフィシャル、Mnet K-POP のメンバーシップ登録されている方は26日に配信でもご覧いただけるということで、うん、どうしてもね23日見られないという方、あの26日にもね配信で、はい、見られるということなので、まずはメンバーシップの登録、うん、あのした方がいいのかなと思います。はい、はい、詳細ケイコンオフィシャルホームページ、もしくはケイコンジャパンの SNS にてご確認ください。はい、そして今回の公演は有観客での公演になっております。新型コロナウイルスの感染症拡大によりまして、オフライン公演に変更される可能性もございますので、あらかじめご了承ください。また当日会場へご来場される予定の皆様、感染症予防対策へのご協力を何卒よろしくお願いします。例えば体調が優れない方などはですね、ぜひオンラインでの観覧でお楽しみいただければと思います。一人一人がぜひルールを守っていただいて、あの安心安全を心がけてね、はい、ぜひこのイベントをなんとか成功させたいと、スタッフもアーティストも、願っておりますので、どうかご協力の上お楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。はい、さあ、はい、ここからまた、Kコンタクトハイファイブのお知らせです。はい、はい、いきますかね、こちらですね。はい、現在 K コンタクトハイファイブのグッズを発売しております。はいはい、あのランチトートランチトート、はい、はい、クルーネック T シャツ、
クルーネック T シャツ、はい、まだ全部で5種類あるということで、はい、こちらすべて日本限定販売となっております。そうなんだ、ここでしか手に入らないということですね。すべてぜひ、ね、チェックしていただければなと思います、はい。さらに K コンワールドプレミアザトライアングルのグッズ絶賛今発売中ということで、はい、出るんですかね写真が。これは出ないんだ。なるほど、はい、こちらはですねマスクだったり、はい、バンダナ、はい、そして数量限定ではあるんですけれども、うん、ハンドフラッグ。ハンドフラッグ、ハンドフラッグ、これこれこれハンドのフラッグ。赤開けてってやつ。あ、進路下げない。いや違うんですそれそれゲームとかじゃないんです。グッズとして、ね、応援するときに振るとか。ごめんごめん、ちごごめんごめんじゃないんですよだからこんな時間がいくんでしょ、本当余計なことばっかりも本当に、はい、でハンドフラッグ全3種類あるということなのでね、概要欄に MD、はい、MD ですよね、はい、サイトのリンクを記載しておりますので詳細はそちらのページからご確認ください、はい。そしてあのケイコンジャパンのツイッターにも情報を掲示していますので合わせてご確認ください。はい、はい、まあ、ぜひねお気に入りのグッズを見つけて、そのグッズを持ってですねオンラインオフライン問わずですね楽しんでいただきたいなと思います、うん、日本限定グッズぜひチェックしてみてください、はいいやー藤原くん、はい、エンディングですって。そうですね、まあ、台本上だと、ええ、残念ながらもうエンディング、これはオンタイムで来た時を想定してのコメントだと思うんですけど、多分ようやくという多分視聴者の方、あの人たちいつまで喋ってるんだろうみたいな思ってらっしゃると思いますけど、やっぱり ね、豪華なアーティストの方もいらっしゃると、はい、やっぱ話もね弾みますし、やっぱりこう、はい、古谷さんと一緒の空間にいるとやっぱどうしてもこう台本通りにはいかないっていうのをそろそろスタッフさんたちも気づいていただければと思いますが、ちょっと喋りすぎちゃいますね。そうですね、ついついね、なかなかねN ソウルタワーのあの写真一枚であんなに話せないですよ普通はね、はい、普通の多分 MC さんだったらあこちら N ソウルタワーなんですねですけど、僕らおかしくないかそれみたいな古くないかみたいな、古くないかこれを言えるのは我々だけですからね。いや今回もね楽しく、はい、させていただきましたけど、皆さんねいかがでしたでしょうかね。でもあれですね、はい、コメント見てましたら、はい、やっぱりこう今日は電話でねこうラジオっぽくこうあえてつないでこう電話で会話する、そのラジオならではの楽しさを提供したかったんですけど、今もうみんなデジタルの時代だからもうちょっと例えばフェイスタイムとかでつなげないんですかとかそういう声もあったりしたんだけど、うん、だけどやっぱり声だからこその良さっていうのが僕はぜひみんなに知ってもらいたいなっていうところで、うんうんうん、藤原くんこの後ね、うん、NAC5 で生放送なんですよ、ラジオ。本当 M ネットさん心が広い、そんな曲の名前まで出していいんですか大丈夫ですよ、いいんですか NAC5。 いやよかったです、ちょうどね近いから。あ、そうだね、まだあと30分ぐらいは話せるんですけれどもそうだよね、はい、川泳いで渡るよね。いやそうですそうですか僕川泳いでカッパじゃないんですからカッパじゃないんですよ、泳いで行かないといけないんですか本当にね。いやでも本当に楽しかったですね、またね毎回毎回、はい、バージョンアップして今回はこういうね、はい、面白い演出のもと、ね、皆さんと一緒にねこう韓国の文化だったり、はい、素晴らしいアーティストの方と触れ合えたというのはありますけれども、うん、毎回喉が枯れるんですよね結構ねこのお仕事の後にラジオってことが多いんですけれども、はい、結構ギリギリのとこで、いやもう本当ね藤原くんなんでいつも水曜日選ぶんだろうと思って生放送が深夜に4時間もあるのに僕絶対古谷さんのスケジュールな気がするよ忙しいから。そんなことないですよ。あ、そうですか。僕はもう家帰って茶碗洗いますよ
大事大事、そういうのも大事、はい、ごますりじゃないですからね。そういうの、違うのか、ごますりじゃないよ、それこじだよ、それこじ皿洗いの方ね皆さん勘違いしないでくださいね、はいはい、早く終わらせろって思う怒ってますから、スタッフさんがね、もう完全撤収の時間があるんだって。だってもうスタッフこうなってますからそうです、なんか大きいちっちゃいの比率がオープニングの時少なくなりましたもんねもう一回みたいなこうあーなったなったなったいいですね、なぜこうなったか、はい、お知らせがございます、ウリアさん、はい、はい、ありがとうございます。改めまして、うん、9月の18日から26日まで、今週末からのスタートです、うん、Kコンタクトハイファイブ、ぜひ参加してください。視聴できますメンバーシップは YouTube で購入可能となってます。チケットピアでも公演視聴券の販売を行っております。こちらもぜひチェックしてみてください。 Kコンタクトハイファイブ、ぜひ皆さん週末から一緒に楽しみましょう。はい、さあ、そして9月23日木曜日、パシフィコ横浜にて開催される K コンワールドプレミア、うん、ザ・トライアングルはピアライブストリームにてご覧いただけます。さらに K コンオフィシャル、ムネット K-POP のメンバーシップ登録をされている方はこの日だけでなく26日に配信予定ということで、はい、そちらもねぜひチェックしてください。各公演の詳細 K コンジャパン公式の SNS またはホームページにて、載っているということでございます。はい、それからですね、K コンワールドプレミア The Triangle、はい、パシフィコ横浜で開催、来週23日でございますが、実は何度かオーブの皆さんとエンジンの皆さんとね、じゃあ来週会いましょうなんて言ってましたけれども、はい、実は我々、はい、FF コンビもですね、はい、パシフィコ横浜に行かせてフェードインしますはい、フェードインさせていただきます、はい、この K コンスタジオライブフロムジャパンをですね、うん、なんと会場に特設ブースを設けまして、お、ここから生配信をさせていただくんですが、はい、これね、オーブの皆さん、はい、一部の開演前に、うん、はい、オーブ、はい、そしてエンジンの皆さん、はい、そして2部開演前に JO1 の、わあ、JO1 だ、皆さんをゲストにお迎えして、 K コンスタジオフライブフロムジャパンをお届けするということでございます。藤原くんもさ、初めてだよね、はい、JO1 のみんなと。僕もやっと会えるの、古谷さんでもやっと会えますね。それも楽しみですね。やっと会えてトークができますね。あら、はい、でもその後にちゃんと2部公演がありますから、時間だけ時間だけ多分、はい、いろいろ伸びないように伸びないように、はい、我々もねちょっと気をつけますんでね、はい、思っております。はい、今日もですね、なんと、こんな我々のトーク全世界配信させていただきまして、いや本当にありがとうございます、英語のねコメントもあったりとかありましたからね、はい、嬉しいです。 I'm hungry でしたよね。あ、いや来ましたね、びっくりしましたね、目についたもんね、本当に、うん、Are you hungry? I'm hungry 英語の教科書じゃないんですよテキストで中学1年生とかにありそうだけれども、英語の教科書かカップヌードルかどっちか、ね、なんだギリギリ昭和のところなんです僕も本当にすいませんでした、はい、事前にリストもらっていいですか、今日これ言うって調べてくるんでごめんなさい、はい、さあということで、もう本当にね、お別れの時間ということで、はい、次皆さんとお会いできるのは、はい、23日ということですね、はいはい、ということでございます。 K コンスタジオライブフロムジャパン、ご視聴いただきましてありがとうございました。 MC 司会進行は古谷雅之と F の藤原でした。ありがとうございます、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。アンニョン、ハイファイ、あ、そうだそうだそうだ。K コンタクト史上初のオフラインライブ、 K コンワールドプレミアザ・トライアングル開催。9月23日1部14時2部18時30分パシフィコ横浜にて。 K コンワールドプレミアザ・トライアングルは将来が楽しみなアーティストたちを世界中の K-POP ファンに紹介する日本初開催のイベント。出演は JO1、 オーブ、エンジン。チケットの詳細は K コンジャパンオフィシャル SNS をチェック。
언제쯤 이 사냥을 멈출까요? 오 마이 갓! 이풀가왔다 테마의 장소와 인물을 訪れながら 本物の 中に 紛れた 딱딱 1つの 偽物を 探し当てる 超 인기 바라이티! パワーアップした レギュラー陣に 加え 今 シーズンも 豪華 게스트가 다수 出演! 第6感を 働かせて 偽物を 見極めろ! シックスセンス2!